性に目覚めたのはいつですか？またそのきっかけは何ですか？性に目覚めた。そう、なんか初体験をした後、した時はあんまり性に目覚めてなくて、18歳ぐらいの彼氏が結構刺激的な彼氏だったので、そこで目覚めた感じですね。そこで気持ちいいな、みたいに思った。初めて思ったっていう記憶があるのは18歳ぐらいの時かなって感じです。なのできっかけは当時の彼氏です。三大欲求の食欲、睡眠欲、性欲を10で振り上げてください。なぜその数値があったか、それぞれの思いを語ってください。食欲4、睡眠欲3、性欲3です。ね。10になるから。食べるのがめちゃめちゃ好きなので、まあ、4。食欲は4ですね。で、睡眠欲も結構大事。寝ないと結構イライラしちゃうタイプなんで、睡眠は積極的に取りたいタイプなんで、3にしました。性欲もなきゃ結構困るんで、なきゃ困るっていうか、ある方なんで、3に振り上げました。あ、でも、その3つの中だったら、食欲が一番優先順位が高いかなって感じです。お風呂に入ったとき、おしっこをしたくなったらどうしますか？家でおしっこをしたくなるってあんまないんですけど、温泉とかでしたくなったときは、裸のままトイレに駆け込んだことはあります。まあ、一応女風呂だったんで、あれですけど、普通に裸で、裸でトイレするってあんまないですよね。裸でトイレしたことはあります。でもお風呂でしたことはまだないです。